くなかったんだけど、ちょっと欲しくなってきたなみたいなのってあります、あります。私、よくなっちゃうんですけど、まあ、それをまあ洗脳という言葉で言ってしまうと、ちょっと、うん、あまりいい言葉ではないと思うんですけど、そういう意味で、あの原発推進派の人ってすごい洗脳がうまくて、アメーバみたいにこうあの手この手でこうやってくるんですけど、まあ、私たちの脱原発なんてちょっと動きが硬いというか、あんまり柔軟性がないなと思うこと、私も含めてかもしれないですけど思うことがあるので、これから私たちもその推進派みたいにアメーバみたいにあの手この手でやっていくっていうのが必要になってくるんじゃないのかなと思うので、今日はその辺を話ができたらなと思ってます。で、あの、まあ、ちょっとここで宣伝みたいになっちゃって申し訳ないんですけど、今日ロビーにあの、まあ、その脱原発の思い、私の思いを書いた本と、あと、まあ、脱原発の歌を歌わせてもらってるので、その CD を持ってきたので、皆さんもしお時間あったら手に取っていただければなと思います。今日はよろしくお願いします。